4つ、四頭筋で言うだけあって4つあるんですけど、膝のお皿を内側、真ん中、外側ってこう引っ張ってるわけですよ。で、その時にターンアウトとかいろいろうまくいってないと、こっちの外側を引っ張る筋肉が強くなりすぎちゃって、その四頭筋っていうところで言うと、とりあえず全部は使ってるんですけど、なんか妙に外だけが張ってるみたいなことがよくあるんですよ、バレエだと。なので、有料版の人はあれ、私のね、多分ターンアウトのやつだったかな、前もものね、ストレッチのところで入れた外側呼吸を伸ばすっていう、こうやってストレッチを、こうやってするときに、真ん中じゃなくて、これがね、地面だとして、こうやって外すんですよ、こうやって。これを踏まずに、今私寝てるとして、こうやって。これ僕に移しちゃった方がいいんじゃないですか。そうですね、森脇さんお願いします。はい、外側呼吸を伸ばしてください。こうだっけ？はい、そんな感じで。で、伸ばしてあげて、四頭筋の外側の筋肉を伸ばしてあげるようにしてあげると、こうするとよりいいね。そうです。私はそのやり方をしてます。そうすると、皆さんね、このストレッチをちょっとやった後に、ターンアウトすると、ターンアウトがそれだけでやりやすくなります。アラビスクもちょっと上がります。ちょっとやってみてください、後で。でこれ皆さんすごいおすすめ、これ鍛えるだけじゃダメなので、そう、それで、この手のじーっとするストレッチを、30秒ぐらいやると、いろいろ論文にもよるんですけど、その後2時間ぐらいそこの伸ばした部分の筋力がうまく働かなくなるっていうことが起こるんですよ。つまり伸ばした部分がちょっと弱くなるんですね。なので外ももを鍛えたくなく、内ももとかそのターゲットする四頭筋を鍛えたい場合、今のストレッチをちょっとやってあげた後に、さっきの森脇さん の片足スクワットみたいなことをすると、必要な部分がだけが使われて、外ももがうまく使えない状態で鍛えられるので、そういう意味でストレッチをした後に、本当はね、スポーツで言うとストレッチした後に運動とかあんましたくないんですけど、ただ裏技として外ももを伸ばしてあげて、そこを使いにくくした後にターゲットとする前ももの筋肉を鍛えてあげると、効率よくバレエに使いやすい筋肉が育つと思います。前ももの内側の内側後筋だよね。そう本当にそこがつきにくいので、本当あえてトレーニングしないとダメな気になります。内側抗筋を意識するためには、さっきのクローズキネティックっていうんですけど、体重かけた状態のトレーニングだとものすごくつきにくくて、なんでかっていうと、膝伸ばすとどんどん筋出力が下がるんですよ。簡単に言うと、この状態ってすごい頑張ってるじゃないですか、体重かかってるから。でもゴールに近づくと、もう軽くなってきちゃうんですよ、太ももが力入んないから。だからここら辺で内側後筋の収縮をうまく出さないと、ここも内側後筋プニプニなんですね。なので、内側後筋って意識しにくくなるんですが、だからどういうふうにするかっていうと、本当は、こういうエクササイズの方が内側後筋って意識しやすいんですよ。レッグエクステンションですね。ちょっと内ももがちょっと上向き気味になるような感じで伸ばしきる。そうすると内側後筋がモリッとする人が正解。ここがで、反対と比べた時にこっちモリッと来ないけどこっちモリッと来るみたいな人って、だいたいそのモリッと来ない方の膝痛めてたりとか、なんかトラブル必ずこっち側の膝にあります。膝の内側、伊野さん膝見てて内側後筋すごい綺麗に伊野さんの膝出てるから、伊野さんの膝に膝小僧みたいなやつが膝の内側にいるんですよ。そうそれ床、あれ床、それ顔、それお腹、これ手だ、
今いる？皆さん、もこ立ってる方が分かりやすいかも。立ってももに力入れてもらった方がね、伊野さんの内側呼吸は出るかな。あ、はっきり出るね。これ鍵になるでしょ、膝のお皿のちょっと右上が。そこから右側に。あ、分かりやすいね。これ。標本と標本。すごいね。うん。すごいよくついてる。うん。やっぱ CG は分かりやすいですね。うん、CG。これはお金かけてるね。お金かけてるから。アプリを最近開発したんですよ。本当はシリコンなんですよ。そう。逆じゃないからね。こっちじゃないからね。外じゃないからね。そう。側です。そこはね、伸ばしきるときにうまく力入るんですけど、伸ばしきるっていう意識ってすごく持ちにくいので、最初はさっきみたいに椅子に座ってる状態で伸ばすっていうようなエクササイズの方が本当は筋肉触りながらやると見つけやすいかもしれないですね。森脇さん、さっきの片足の、プレイっていうかスクワットのやつもう一回やっていただいていいですか。さっきあそこ片足のスクワットの方ね。そう最初にやっていただいたやつ、あそこ録画失敗しちゃいました、すいません。そう。ここはでも内側呼吸意識できる人はこれでも意識できるんですけど、そもそも内側呼吸苦手な人がこれやっても、意識にくいかもしれないですね。これ今どっちの足を鍛えてます？あ、前の足です。はい。なるべく後ろの足の力あんまり出ない方がいいですね。そう、今の前足ですね。前足トレーニング。ブルガリアンスクワットって言います。ヨーグルトって有名な。じゃあ次行きますか。はい。